マークパンサーのゆっくりほっこりビーチライフ。ボンジョー、マークパンサーです。今日もここ鎌倉、鎌倉っていうと僕がずっと住んでいたフランスのニースっていう場所があるんですけども、そのニースの姉妹都市なんですね。そんな姉妹都市の鎌倉のビーチライフを今日もたっぷりと楽しんでください。どうぞ。より波がないですね。どうなるんでしょうこれから。波ないね。でも本当にいい天気だからな。今日は気持ちよくプカプカ浮きに行こう。家から出れない時はいつもテイクアウトしているタイ料理屋さんがあそこにあるんだよね。889かな。すごく美味しいの。皆さんタイ料理が食べたい時は行ってみてはいかがでしょうか。ちょっと撮ってみる。あそこがめちゃめちゃ美味しいんです。ちょっと辛くしてくださいって言うとすげえ辛いんだけどね。でもそれがまたねめちゃめちゃ美味しいんですね。さあ午前中の散歩が無事終了しようとしております。今日もですねこの海岸の一番東側から西側をゆっくりほっこり歩く。まだね、3月なんで靴
は履いておりますが、もうちょっとしたらこれを裸足で歩いたりとか、海辺を水の中をちょっとチャプチャプ歩いたりとか、もう散歩とかもね最高なんで、やっぱり気持ちいいです。やっぱこのビーチっていうのはもうサーフィンだけじゃないですからね、もう海の中だけがもう海じゃないですから、やっぱりこのビーチを楽しむっていうのもありなんじゃないのかなと思います。犬の散歩とかね、まあちっちゃい椅子とか持ってきて読書してる人もいるし、僕より先輩の方々はみんななんかねちっちゃなねあのピンク色の貝をなんか探してたりとか、なんかとてもロマンチックなことをしてる人もいたりとか、犬の散歩はもちろんいろいろ楽しめると思いますので、今日も天気はめちゃめちゃいいし、気持ちいい一日を皆さん過ごしましょう。というわけでまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。ドローカルですけれども、これからもこの素敵な海、この素敵なビーチ、いろいろどんどんアップしていくんで、ぜひチャンネル登録、そしていいねなどよろしくお願いいたします。